動物キャラ死んだーん。自分を動物に例えるなら、何の動物だと思いますか？アベルさんはライオン一択だね。ライオンに食べられる側の巻き貝でしょ？ワイは羊しかありえないやで。俺とメメはもうわかりきってるので、今回はアテネに診断をやってもらいます。え、私？まあ、診断ぐらいなら別にいいけど。みんなもどんな動物になるか予想してみてね。アテネ、俺たちの期待、裏切らないでよ。ええ、それじゃあ診断開始。何を期待って何を期待してるん？あなたは、スポーツのような体を動かすことは得意な方ですか？ほう、まずはジャブって感じだね。ええ、まあ、別に得意でも苦手でもないな。え、俺、まあ昔は大会とか色々優勝したりしてたかな。へえ、そうなんだ。で、証拠は？いや、それはしょの。夢の中でぐらい、優勝させてあげてやで。はぁ、あ。あなたは、人が集まる場所に臆することなく出向き、新しい出会いを求めることはできますか？余裕ってほどではないけど、頑張ったらなんとかなるね。ええー、超わかるんですけど、むしろそれが日常って感じ？アベル、嘘は良くないよ。う？あなたは、自分には飽きっぽい節があると思いますか？飽きっぽいか。絶対飽きっぽいやで、そんな感じの性格やで。では簡単な問いかけね。アテネって、ストーリー系のゲーム、最後までやったことは？ああ、だいたい途中でやめてるね。それが答えだよ。マジかー。でも、それで言ったらアベルも飽き性だよね。え、俺は別に飽き性じゃ。すぐ失踪するし。これにはアベル、無言の構えやで。あなたが生活するなら、次のうちどのような部屋で過ごしたいと思いますか？いやいやいや、そんなの可愛い部屋に決まってるでしょ。可愛い部屋しか勝たん。俺だったらやっぱ遊び心ある部屋だな。いや、イメージ的に大人な部屋か？何バカなこと言ってんだ、ガキンチョ。ガキンチョ？青色の猫型ロボットが、あなたを連れてタイムトラベルをしました。そこであなたは、自分と瓜二つの人物に出会います。性格までもが、ほとんど同じようです。さて、あなたはその人と親しくなれると思いますか？完全にタイムマシン使ってるじゃねえか。ふむ、面白い質問だね。いわゆるドッペルゲンガーってやつか。一度想像してみるやで。自分と全く同じ人物、すべてが同じ。あ、想像してるみたいだね。うん。お、どうだったどうだった？絶対無理だね。気味が悪いね。ダメだったー。むしろ俺が二人いるとか最高じゃね？全世界アベルでよくね？え、地獄？あなたは、レストランで友達と食事を行う際、メニューを見てすぐに商品を選ぶことはできますか？ああ、優柔不断な人とか、すっごい悩んだりするよね。あ、僕のことですか？お前だったのか。まあ、私はすぐ決まるな。その点アベルはいいよね。え、何か？一人で行くから、いくらでも悩めるじゃん。そんなことないもん。勝手に相席して勝手に食事するもん。迷惑だからやめようね。もしかしたら友人も欲を持ってないかもだから、みんな気をつけようやで。将来のためにも、お金の積み立ては大切です。さて、あなたは貯金が得意ですか？ほう、そんな質問も来るのか。皆さんね、実は知らないかもしれないんですけど、アテネって裏では豪遊してるんですよ。してねえよ。え？別に、人並み程度って感じだな。あなたは、素直に自分の気持ちを人に伝えることができますか？ええ、どうだろう。思っても口にしないかもだ。はぁ、あ、思ってることは全て口にするの間違いだろ、ふざけるな。アテネ、素直になれやで。いや、私は事実を言ってるだけだよ。伝えてあげなきゃかわいそうでしょ？時に、伝えない方がいいこともあるよ。待ち合わせの時刻を10分過ぎています。しかし、まだ誰も来ておらず、特に連絡も受けておりません。さて、どうしますか？どうするも何も、帰るね、今すぐに帰るね。いやいや、もしかしたら緊急事態かもしれないよ。おばあちゃんを助けてるかもだし。待ち合わせってのは5分前行動が基本なのよ。でも、帰るって選択はないやで。じゃあ、電話するか。まあ、最低限メールは入れとくね。全身お揃いのコーディネートでデートを楽しむカップルがいます。あなたはどう思いますか？お揃いのコーディネートか？どの程度かにもよるな。そりゃもう全身よ。頭からつま先まで全てよ。そのレベルは恥ずかしいレベルだよ。てか、普通に恥ずかしいから嫌だな。ワンポイントぐらいなら良くない？ほら、アベルさんのアホ毛つけてみ。セクハラで訴えるぞ。そのレベルで嫌だったの？アベル、アホ毛の強要の罪は重いやで。そんな。あなたは、晩ご飯の材料を買いにスーパーに来ました。すると、あなたの好きなお菓子が特売品になっているのに気がつきます。さて、どうしますか？何よこの究極の問題？そんなの、決められるわけが。お菓子を選べばブクブクと太ったアテネに、選ばなければお菓子を買えなかった後悔を抱えたアテネに。さあ、どっちを選ぶ？うわぁ、そんなの決めらんないよー。あなたは、一人で買い物、一人で外食など、単独で行動を取ることに苦を感じますか？いや、別に苦ではないけど、
誰かとは一緒がいいよね。果たして本当にそうだろうか？え？人間誰しも最初は友達がいない状態から始まるんですよ。それが一番素の状態なんです。一人こそ思考なんですよ。いろいろ辛かったね。そこまで追い詰められてたのかやで。いや、人間強度を下げたくないので。あなたの暇な時間の過ごし方として、最も近いものを次から選んでください。ああ、休日の過ごし方的な？そんなのゴロゴロと暇を満喫しかないでしょ。俺だったら、動画編集をしないとなぁ、と考え終了ですね。これが投稿が遅い原因やで。毎日編集したら視聴者も喜び、アベルも苦しめて、ウィンウィンでしかなくない？苦しい、俺、苦しいよ。あなたは、アルバイトの面接に向かっています。目的地のおおよその位置は把握していますが、土地勘がなく、迷う可能性もあります。どのようにして向かいますか？ふむ、地図アプリであらかじめ確認するのはさすがに面倒だね。自分をもっと信じろよ。なんとなくの勘でたどり着けるっしょ。その自信はどこから来てるんやで。まあ、さすがにそれはバカだけど。え？周辺についてから調べたら、なんとかなるよ。あなたは5年間、仲間を引き連れ、多種多様な猛獣やモンスターが生息する異世界での生活を余儀なくされました。生き抜く知恵があり、仲間思いな人物を選ぶのはもちろんですが、その他にどのような人物を集めたいですか？お、今までとは一風変わった質問ね。ちょっと待った、ちょっと待った、ちょっと待った。これ、オンニャの子だよね。確かに仲間思いかは重要だろうけど、それだけじゃ生き抜けないのよ。考え方が近いタイプが意見も割れないで良さそう。でも、アニメでは意見のぶつかり合いがつきものやで。いや、あんなの不毛な争いよ。僕は可愛い女の子だったら何でもいいかにゃー。あ、そう。え、冷た。てかようやく折り返しなの？質問の数多すぎだろう。お、現時点での結果予測だ。これは何の動物だ？猫、にしては尻尾が太すぎるし。まあ、最後のお楽しみということでね。そうだね。突然、危ない、という声が聞こえてきます。なんと、あなためがけて野球ボールが飛んできたのです。さて、あなたは避けられる自信がありますか？いやいや、そんなのふざけてんのか？え、アベル？そんなのアテネが避けられないわけがないだろ。むしろ素手で掴んでバッターめがけてストライクだわ。そうだよね、姉さん。私のこと化け物か何かだと思ってない？あと姉さんって言うな。野球経験者でも避けれるかどうか。ちょっとわかんないね。いやいや、わかりきってるはずなのにどうして嘘を。あまり親しくない人といると、なかなか会話が弾まず、沈黙が続き、しまいには気まずい雰囲気になってしまうことはありますか？あ、アベル、視聴者。はい、今の一言で俺を含めた全員を敵に回しました。でも、事実だよね。いや考えてもみてよ。親しくない人と別に話すことなんてないじゃん。むしろ俺は相手を気遣って沈黙を貫いてるんだよ。と、アベルは主張してるやで。なるほどなるほど、適当に世間話したらいいだけなのにな。あなたにはわからんのですよ。何かを計画したら、その計画をしっかりと遂行することができますか？そんなの当たり前よ。てか、遂行するために計画を立てるんでしょ？その通りだね。でもね、計画を練ってる段階は楽しいんだけど、初めて見ると思い通りにいかなかったりして、いろいろと難しいんだよ。え、いきなりどうしたの？いえ、別に。あなたは服のコーディネートを頼まれました。次のうち、どのようなテーマで決めたいですか？そんなの可愛い愛されコーデ一択よ。全人類可愛いを求めてるんだから。主語、でかいなぁ。てか、質問の残り的に尺が足りないので、割愛させていただきます。もう質問疲れたよ。あなたは5年間、仲間を引き連れ出したようなも。ちょっと待て、これさっきあったよね。てか後半になって同じ質問増えたよ。なるほど、そういうことか。一体どういうことやで。つまり、あの時と答えは変わっていないかを確認してるんだよ。この短時間で？あ、終わった、やっと終わったよ。ついにアテネの動物が判明するぞ。頼むぜ、アテネ。ドキドキする。あのシルエットの答えが知れるやで。リスだー。なんでー。この診断アプリ壊れてる？壊れてないが、まあ、みんなの予想通りだったんじゃないかな。リスのイメージがよくわかんないやで。まあ、詳細が気になる方は一時停止して読んでね。あ、下に相性のいい動物が乗ってる。ほう、私と相性がいいのはフクロウか。え、俺のことじゃん。クールな理論か。すべて一致してるじゃん。どこが？